たのよ。今は寝るんだって。うんうんうん、ねえ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早いですね、あっという間、本当にあっという間にもう1年ですね。早いですね、ついこの間のような気がしちゃうんですけど。確かに。令和4年度の総括になりますので、と一緒にちょっと順番に聞いていきたいと思います。ちょっと上から、本人の夢希望のところからちょっと読んでいきますね。本人の夢希望、疲れている時、眠気が強い時は体を休めたい、楽しく過ごしたい、以上が、令和4年度の総括になります。本当にもう1年を振り返ってすごく大きく変わった1年だったのかなって、私はちょっと思うんですけど、最初は本当に新しい環境に戸惑いを感じているような様子ではあったんですけど、もう最近は笑顔も増えて、元気な子どもさんをたくさん見られるようになってきたかなっていうふうに思うんですけど、ご自宅での変化とかはどうですか？激しく嫌がることはなくなったよね。まあどうしても眠くて、睡眠の関係で行くよって言ってわーってなることはありますけど、それがなければね、自分で、はい、靴履くみたいな、はい、靴下そうですね、さっきもいい表情してましたもんね。そうですね、思った手を飛んで、なんか踊ったり音楽やっぱ好きなので、そういうのを通してすごく距離も縮まっている気がします。いい子だね。でも割とすごく表情が出てるというか、そうですよね、元気に過ごされてるのかなって思います。久々に元気です。あ、夜の睡眠もありますよね。昨夜は一回も起きずに寝てくれたので。夜中は割と起きられることが多いですか？その時によるんですけど、最近は2時、4時なんか定期的に起きてしまって、帰ってからもやっぱり疲れが出ちゃって寝られてたりとかやっぱ続いてます。そうですね、一回は横になるね。帰ってきてすぐ食べるっていうのはまた最近ないよね。一回休んでそれからみたいな。あ、そうなんですね。少しじゃあ横になって体が元気になったら食べてみたいな。送迎夕方させていただいてた時に、日中ずっと起きて元気にしてた日は車の中で寝ちゃってたっていう風にして、そうですよね、逆にもう眠たくちょっと休んでたいって日で一日休んでた日は、送迎の中ですごく元気だったっていう風に言ってたので、体力のそうですよね、まだなのかなって、ね、思うんですけど、ここになってる日もでもだいぶ減ってきたというか、なんか少なくなったかなっていうような。前はもう本当一日か、まあ、朝見た時は朝からずっと寝てたりとか、食事もなかなか取れなくってとかって多かったんですけど、活動的にちょっと休んだらまた活動的になって食べてとか、なんかそういう感じで横にはなるけれどもちょっと短時間になってきているような感じはしますね。時ももう大体いつもこの部屋で寝てたりとか、あと夢室で寝てたりもするんですけど、結局は場所が決まってんだね。こうやって被って、全部被って、あ、そうですか、被って、うん、そうなんですよね。時々熱くなっちゃって怒り出すっていう。そうなんですね。そうそう、熱くなってくるから注意しないとって感じですよね。あ、そうですね。休んでもいいよっていうのも、コナハさんにもこちらの気持ちも伝わっているので、まあ、無理なく、やれているのかなっていうふうにも思います。いいね、本当に好きなところで休めていろんな場所で活動もタイミングを見計らって、まあ、いろんなものに声をかけてみたりとかして、割となんか、あ、これ好きだよねとかっていうのが結構出てきたりとかして、自立課題とかでも組み立て系というか、パチンっていう蓋をなんか止めるやつがあるんですけど、パチンってなる感覚がやっぱ気持ちがいいのかな、なんか入れた感覚があるので、そういう達成感とか、最初はそれすごい力加減難しくって、うまく踏めなかったんですけど、徐
徐々にもう今は全然こっちからお手伝いすることなく、うん、自分でパチッてやるし、うん、なんかこの平の部分使ってパチッてやるんですよ、うん、やり方も覚えて習得してきてる感じで、うんうんうん、そうなんだ、頑張ってるね。やっぱいろんなものに興味があるので、うん、内職でも箱詰めとかになってるんですけど、うん、そのあれが初めて来た時はなんだこれはって、うん、そうですねそうですねすごいもう私もやるって言って写真とかで見たかもしれないんですけど、あの帽子かぶるのがもうすごい特別感で、ただかぶるよっていう感じで手袋もしてこれじゃあこうやって入れてねってやつを箱に入れてくれたりとかっていう感じで、うん、一緒にやったりとかして、うん、やる気満々だね、いいね、好奇心多くていろんなものを見つけてまた一緒にやっていくかなっていう感じで、1年の写真をちょっと集めて一冊のフォトブックを渡しして、毎年渡してるので、田中さんのこの1年間の思い出っていうことで、うん、あのいろいろやっているものを、あーすごい、これは多分アートの写真ですね多分ね、田中さん用フォトブック大好きだ、なんか、ね、本当にいろんなことすごくあの1年間 その最初のアルバム作る時に振り返ってると、こういうこともしてたなっていうすごいなんかいろんなことをやってるし、いろんな人が興味持てるので、中学で写真持ってるのあーそうだったね、あそうですね、最初の頃はずっと毎日毎日持ってましたね、よかったね。アートもなんかこう描いたりとかしたものはできたっていう感じがすごく嬉しくて、こういうとこ貼ってよって言って壁に貼ってほしいっていうふうにおっしゃってくれるので、あの壁に貼ってすごいねって言って出た職員に、こう私こうやったのみたいな感じで教えてくれたりとか、やった時だったかちょっと忘れちゃったんですけど、すごいこのおさん頑張ったねっていう時に、あのみんなの連絡ノートをカゴに入れてちょっと保管してるんですけど、そこのところに職員の手を引いて行ってノートを書いてはぁ、すごいと思ってやったー、じゃあ頑張ってことかねって言って、でもうちでも伝えたいことがある時は自分で読め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 そうなんですね、うん、もしかしたらそういう時だったかもしれないですけど、ね、うん、ご自宅でも読んでいただいて、うん、皆さんとお話ししてくださってるので、うん、それがすごいやっぱ励みになってるんだなっていうのを改めて感じて、うん、書いてっていうのがここ最近よくあるので、あ、そうだ、うん、すごい嬉しいなって思いながら、いいね、こっちを見ていただいて、気持ちを伝える手段もね、そうですね、こちらの総括の本にも書いたんですけど、うんうん、ジェスチャーの意味がちょっとやっぱ分かり、汲み取りきれない部分とかやっぱり多くて、ここなんかこう教えてくれて、一生懸命教えてくれてるんですけど、うん、こうかなっていうのもちょっと違ったりとかして、うん、そこでもうやっぱ寝るってなっちゃったりとかあのそのジェスチャーとかの作用は非常にご家族とかをしながら、うん、あのホランさんの気持ちをしっかりと汲み取って語れていけたらなっていうふうには思いますので、うん、またあのいろいろ聞くかと思いますが、はいはい、教えてください。わかりました、うん、あ、眠たいのね自分のまぶたしたり私のまぶた触ってきたりと、あ、ちょっとね眠気が襲ってくると、そうなのね。ああ、なるほど、そうなんだ。面白い。いろいろ教えてね、これからも。お願いします。一生懸命使ってください。はい。総括6まとめを踏まえて令和5年度の計画案になるんですけど、本人の役割っていうところも、あの活動を通して楽しみを見つけようっていう部分で企画だったりとかクッキーとかもそうですし、あの普段の活動の中でも自分の好きなもの楽しいっていうあのものを見つけれているような気もしますので、ちょっと役割を変えて今自分の気持ちをもっともっとこう表現できるっていうところに令和5年度は行きたいなと思ったので、自分の気持ちを伝えようっていう形に変更しています。はい、
一番大事なところですね、思いを伝えて。でもまだ1年の付き合い、これからどんどん本当に知らない子なのかもきっと教えてくれるようになってくれると嬉しいなっていうふうに思っているので、うん、私たちも自分の気持ちを出しやすいのに、うん、環境を作ったりとか、うん、一生懸命やっぱ教えてくれてる分それが答えられなかったらもう分かってくれないってなっちゃうと思うやっぱりこういうことがあってどうですかとかっていうふうに、まあ、なんかお父さんとちょっとお話ししながら、この方の気持ちにどんどん近づいていけるようにしていけたらなっていうふうに思っていますので、はい、そなたどうでしょう、いいでしょうか、こんな感じでよろしいですか。はい、OK ですか、ありがとうございます。ちゃんと反応してくれるね。今後ともよろしくお願いします。そうそう、お願いします、お願いします。すごいですね、毎月毎月企画を立てて。ね、楽しそう。ね、楽しいですよね。ニコニコに行くもんね。今回エッグハントだったじゃないですか、あの3月ので、うん、企画の案内を持ってきてたじゃないですか、うん、で、うん、エッグハントのイラストを出して、うん、私はここに力を注ぎたいんです、うん、今は寝るんだって言って、寝るんだって。でも私ね、向こう以外でも向こう以外いい顔してる。本当もう普通の、もう笑っちゃって、うん、そうだね、やっぱりエッグハット大事だよねって言って、今は休まってる。ほんとそこの企画に向けてお休みしたのね、まずね。ね、お休みしたのね。すごい、よく分かってるね。うん、次も楽しみに。次も楽しみに。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。